疲れ様です。なんえ？か今やってたんですか？これ？仕事っすか？これ教えてほしい。何してるか。じゃあせっかくだからちょっと紹介しようか。なんですか必それ。殺、ドラムのアイテムで、これはゼロコマちゃんには欠かせないアイテムで、ザ・ドラムバンパーです。ドラムバンパー。これは、まあ、ドラムバンパーっていう名前かどうかちょっと勝手に今つけてから分からんけど、はい、まあ、要はこの大事な楽器を保護するやつですね。で、まあ、ドラマあるあるやと思うんやけど、ここがね、スネアとこのタムが結構セッティングと近い人とかってこう、まあ、叩いていったらちょっと動かしたりとかよくして、ここでね、ここがガーンってよく当たるわけ。でも絶対自分のドラム持ってる人はもう 100% ここ傷ついてるから、もうジャーってこうギザギザになってくるわけ。確かに。で、まあ今まで俺は正直そんなに気にはならへんか、まあそれマジかなぐらいな感じで、今までのドラムにはそんな気使ってなかったんやけど、さすがにこのゼルコバちゃんに関してはこれは、ほんでまあ自分で使う時はまあ慎重にやればいいけど、ちょっと一般公開を、実は一般公開というか、公開じゃないな、一般貸しプレミアム練習、個人練習部屋として、はい、まあちょっと僕があまりにもちょっとそのこのゼルコバちゃんを導入して以来、まあ毎日ここレッスンで使ってるやん。もうそれで幸せでしょうがないわけよ。毎日叩いてるのが、叩いてて、まあ、気持ちいいですもんね。気持ちよすぎて、ほんまこう冗談の時に、ね、嘘みたいな話やけど、もう毎日がなんかもう耳が喜びすぎてて浄化されてるわけ、毎日毎日で幸せ、まあ、その幸せを独り占めしたらちょっと罰当たるんちゃうかなと思って。 なんでまあちょっとさすがに、ただもう超高級なものだからね、これは、はい、ちょっと値段は高めにはなると思うんやけども、ちょっとなるほど。で、まあもちろんゼルコバのセットっていうのはもう、こう世界でまあ確か3台しか売れてないはずやから、うん、もうどこ行ってもこれ叩けるとこないわけやし、まあ、その音を体感してほしいっていうのもあるし、どうせだったらこう今ちょっと最近実はこれ俺のコレクション、まあコレクションというか全部使ってるからね、実際にね、まあいろいろ仕事とかでやっぱスネアっていうのは使い分けるわけやんか、その曲によって。はい、まあそれで、まあ、俺の厳選したスネア、まだこれ以外にもあるんやけども、とりあえずこう置いてて、でそれをどうせだったらゼルコバだけじゃなくて、なんかみんなにこうスネアとかも、まあ、カノープスのいいスネアいっぱい置いてるんで、ちょっと特回引っかい練習で使ってみて、まあ、今後の自分たちのその参考になればいいかなっていうことで。あ、これも一般の人使えるんですか？そう、使いたい。ほんと下もシンバルもいっぱい揃ってるよ。で、本当にまあ贅沢極まりないことを、ちょっとまあ普通こんなことせえへんと思うからこそ、ちょっとこう新たな挑戦として、まあみんなに本当に幸せをお裾分けしたいなっていう意気込みで、しかもこれ棚もどうせだったらテンション上がるように棚も作ったの、それでわざわざ。あ、棚作ったんですか、これ。自分で手作りで作った。あ、賀来さんの手作りですか、これ。そう、だからこれ手作り、この棚もほんまこだわって作って、はい、まあどうせだったらみんなにそういうなんかいい気持ちで使ってほしいなっていうことで、うん、着々と実はその構想があって、ここ一般貸しだし、独り占めしてたらあかんなっていうことで、ほんでいろいろちょっと準備を始めてたわけよ。もう実はもうこの棚を作ったもそうやけど、であとはまあせっかくなんで今張り切ってこの棚作って、まだ隙間がちょっとだけポツポツあるやん。だからここにも、はい、まあちょっと頑張ってカノープスでちょっといろいろ仕入れてこようかなと、うん、カノープス愛が溢れてるから、カノープスの社長にちょっとここに来てもらって、まあ、一緒にちょっと対談なんかも今後はねできればいいかなと。カノープスの社長が直々に勝手にちょっと今思ってないけど、いやでもね、絶対思ってればもう必ず叶うから、もう絶対来てくれるから。なるほど。熱い社長呼んできて一緒に、うんうん、いいですね、はい、熱い話をしようかなとか、はい、まあ、いろいろちょっと考えてるので。了解。ちょっとバンパーの話に戻るけどそうですね、バンパー、そうそう、バンパーの話やね、今日ね、これな、どないしたのかって、これ自分でイメージして、で簡単に言ったってこんなの、うん、作られへんよね。自分でサイズ測るぐらいはできたから、このサイズ測って、うんうんうん、で田舎の母ちゃんに電話して。母ちゃん、そう、母ちゃん、俺の母ちゃん母
母ちゃん、母ちゃんに頼るやろ裁縫は普通。これ母ちゃん、そう母ちゃんに作ってもらう。これ母ちゃんすごくない？めちゃくちゃすごくない？上手やろ。俺の母ちゃん自慢じゃないけど裁縫がめっちゃ上手で、で何かあったらいつもね、あのまあこの年になってもこれ頼るわけよ、うんうんうん、まあ、若干俺49歳やけど未だにあの今いつまでたっても親は親やと、母ちゃんは母ちゃん、母ちゃんは母ちゃんやから、そんなもん何か困ったことあったら頼ってあげないと。なるほど、逆にあれかなとね。ということでこれ作ってもらったわけ、これサイズもこれ微妙に違うけど、これがぴったりはまるようになってるわけよこれね。ほら見てこれ、でここにぴったりはまって、でしかもここにこれまで指定したからね、ちゃんとあの四隅にちゃんと2本ずつ紐つけてくれよっつって、へー、でここで結ぶわけ。なるほど、ね、今からちゃんと結んでいくけど、でこっちはこっちでサイズここにぴったり合うようにサイズ測って、はい、何センチかける何センチのあれで、黒いちょっとおしゃれな布で中にあの綿をちゃんと入れて、うんうん、で四隅に紐2本つけてくれと。で長さが余るの嫌やから、余ったら切るから、切ってもいいようにちゃんとしといてねっつって、長めにそこまでしそう、長めにして、すごいな、指定して、それで母ちゃんに作ってもらいました。母ちゃんに、母ちゃんもこれ喜んでるからな、これね。母ちゃんに見てもらいましょう。こっちで、これをね、とりあえずこれでいい感じやったら、今度はこっちのやつもちょっと作ってもらおうかなと思って、これがやっぱどうしても。あのみんなセッティングとか変えるときにここをね、ドラムの場合ここは緩めたらこれが前後に動くわけ、はい、でこれガタン落としてこう傷つけちゃったりすることが結構あるから。可能性ありますね。ほんでまあちょっとせっかくなんでちょっといろいろ教えてあげたいなと思って、このドラムのよく一般の貸しスタジオにも、うん、ここに透明のシート貼ってるの見たことあるやろ。うんうんうん、あ、はい、あります、あります。これね、あの塩ビ系のあのシート絶対置いてあかんから、ね。あ、塩ビダメなんですか？絶対あかん。え、なんでですか？絶対あかんぞーってこれ親父に教えてもらってんけど。それは親父、お父さん。そう、親父。まあ基本親父と母ちゃんには。父ちゃん母ちゃんすごいっすね。そう。何でも嫌ですか？そう、なんか教えてくれて、原料でその塩ビ使ってるのね、なんであかんねんっつって俺だからこの前電話で、うんうんうん、親父とあのちょっと言ったな。ほんでやっぱ塩ビっつうのはこうくっついて剥がれる可能性あるぞって、塗装が、あ、この大事な、もうこれ綺麗に塗装されてるやんこれ、はい、こう芸術やろこれ、うん、これがベリベリってくっついて剥がれる可能性あるよっつって、あ、そうなんだ、あの確かにと思うよね、うん、だからもう絶対塩ビの塩ビ系の透明のビニールシートあかんぞって言われたから、だからまあちょっとまあ塩ビじゃないやつを、まあせっかくなんでこの美しい木目も見てほしいなって言えば見てほしいから、なんかこう本当は透明なシートとかにしたかったんやけど、まあちょっと怖いから、うん、まあ、やっぱここはここでなんかバンパーこうやって、うんうんうん、ここのサイズに合うやつを、まあ、作ってもらってもいいかなって、ちょっと今いろいろあの研究中です。なるほど。なのでまあ来た時はでもね、使う時はさすがにちょっとみんなも気をつけてもらえると嬉しいなと、まあみんなのゼルコバちゃんなんで、これはこれがみんなさん叩けるという。そうなんです、これはねマジでいい音するから、もう耳の肥やしとして、まあ一度はぜひ、そうっすね、皆さん来てもらえると、その解放になった暁にはね、うん、これ本当に来てもらわないと分かんないですよね正直。いやほんまに分かんない。動画でちょっとこの前も音出しましたけど、そう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 、まあ素晴らしさ本当に生で体験したしないとちょっと、そうやね、音的にはね。でまあ本当にだからちょっとできる限り夢のあるような、まあドラムの本当ディズニーランドみたいなもんなんで、僕のイメージとしては、まあディズニーランドと対抗してもあるかもしれんけど、まあでも俺からしたらディズニーランド以上だからねこういう部屋は夢の国、夢の国、ドラマ的にはドラマちょっと夢の国っすよね。ドラマはディズニーランドに行かずにこっちに来てくださいと。なるほど。いうような部屋、まあそっちもそっちはそっちで、アッシュのもう本当にハービーメイソンがこよなく愛してるね、そのハービーメイソンの同じモデルのアッシュの特集のドラムセット置いてますし、うん、まあ2人でだから遊びに来ても交互に順番に叩けるし、でこっちから
あの聞くゼルコバちゃんとそっちから聞くゼルコバちゃんの音はまた違うからね。なるほど。だから意外とこう交互にみんなこう練習するとすごい面白いの。叩き比べとかも面白そうですね。そうや。でそもそもあの生徒さんと俺いつもここでマンツーマンでレッスンしてるや毎日。最近なんかもう生徒さんもあのなんかねほんまにみんな耳が超えてきててもう分かるわけよ。だからなんかこう俺が見本見せるやん。これでーっつって。こうやでーってやって、なんかみんなこうやってこうなんか止まるわけ。え、どうしたどうしたどうしたって、分かったの今のって。いや、音がめっちゃいいですねって言うわけよ。すごないそれって。なるほど。ボスドラめっちゃいい音しよう。いや、俺の今見本見さん聞いてたみたいな。もう音に、方にもう意識がいっちゃって全然レッスンどころじゃなくなっちゃってるんですか。そういう時もあると。でもね、あの本当にそれってマジで大事なことで、うん、なので俺はそれ環境っていうの選ばれへんから、うん、やっぱりそのいいものを、まあ料理だってそうやんか。いいもの食べないといいものの味なんて絶対一生分からへんわけやから、まあ、全部何でもそうなんで。なんで、まあ、あの僕の生徒さんも本当どんどん耳が超えてきててね。だからそういうあのいいもののあれが分かったらみんなもそこに近づこうってこう、うん、まあ最終的にはもちろん腕よ。だからそれを生かすも殺すも自分の腕やから、しっかりみんな練習してそれでまあいい楽器に触れて、うん、まあ僕もできる限り今後もいい環境を作っていきたいと思っているので、ぜひ皆さんゼルコバ部屋が、解禁になった時には遊びに来てください。お願いします。ゼルコバちゃんでした。